はい、渡辺推しです。今回はキルコンファームでマップはシーサイドで最初からで、あと2人パーティーいますね。314だったかな。今回クラッシュ、あ、リーコン使ってるから全周波数の操作を始める。314っていうのを置いたでしょ、これ多分。あ、敵に回ってるな、2人パーティーが。今回クラスの方が柏木のクラスで、プレステージ1で A 級16したこのサンマシンガンのサーク9ミリ使っていくんでね。アットサブウェポンヘリオンサルボ。これ武器レベル上げと迷彩チャレンジやってるんでね。多く使ってます、これ。キルコンファーム。はい、頑張るぞ。ミッションを開始しろ。このヘリオンサルボはスコアストリーク破壊したら迷彩が解除されていくからね。今25回ぐらいやってるのかな。だからスコア敵の UAV とか、カウンター UV とか出たら破壊敵してをくか引きら。離している。もちろんこれも使っていくんだけどね、メインで。主導権を失った。抹殺完了か。このマップ苦手なんで、結構多くやるようにしてるんでね。なるべくやるようにしてる。これ始末した。センサーダートレディ。クラッシュ KIA。 こちらが優位に立っているぞ。難しいのはこのマップ多分一番難しいんじゃないかな、俺は思うには。スカウト結構激しいな。こういう敵がいいっすな。突ってくるのが俺好みなんで。タコムで、ガンシップで近接航空支援を行え。絶対に含めてるからな、バレないですよ。こういう機能ですか、これいないな。あ、やめた。面白いな。まあまあいけるわ、これ。リベンジしとこう。あ、やったかな、多分。あ、こてく、あ、味方これ。面白いな。怖い、向こう。ここもリスポーンで来るんでしょ、ここ。リスポーンしてくんだよ、これ。激戦区あえて行くか。死んでもいいから。あ、これここだな。リモルのは許さんぞ、絶対。センサーダートを使う。ダメか。これ今 H カクカクするな、これ。これ多分ホストのあれが悪いな、多分接続状況が。敵にセンサーダートを破壊された。ダメか。勝ってるけどね。上空に敵の UAV。こういう場合に破壊していくから。これもちょっとダメよ、これ。うん、上空に敵の UAV。UAV 破壊。すぐ破壊していくから。まあ、すごいな。8キル。こいつにやられてんだよ、俺。しょっちゅうよ。
難しいじゃんってこのマップよ。うん、マスターとしたリベンジしたよ。後ろだな。連続キルができないんだよこのマップ。キルが全然できないのよ。ここセンサーを使う。UAV を飛ばせ。スカウトダウン。センサーアラートの信号が失われる。ジャックスは UAV の投入を要請する。あ、ダメか。ヘリオンサブローもやられたな。上空に敵の UAV。 こういうの任せなさい。ここ分かりにくいねこれ。上空に敵の UAV。 敵の RCXD。 UAV ダウン。リロードしてない。ランチャーはあれできないから。リロキャンがこれね、まあ、AVT-C8 なのでキャプチャーしてるんだけど、あの、弾の訪れするときなんですよ、ビジョンパルス。敵をマークする。悪敵か、これ。あと少しだ。潜水艇を残せ。ああ。あの、音が若干飛び出るときがたまにあるんですよ。なので、HDI、あの、スプリッターかましてるんですよ。あの、プレステ3の HDMI 接続の時に、あの、コピーガード解除してできるように HDMI あれやってるんだけどね。ダメだな。音途切れなくなるでしょ。あの、遅延がなくなるでしょ。さらに戦いに勝つ真実だ。よしよしよし、勝ちだ勝ち。正式アマドがいいな。全面的にミッション目標を達成した。20キロいかんかったね。あのでもね、これ敵か味方か。味方が多いね。これ何かな。 MX 何かこれ、うん、勝ったぜ。あ、これで降臨カード返すじゃないかな。キルコンで30勝負だったかな。やりましたね。レベル上がった。あ、上がってないのか。あ、これ解除したね。ブラックマーケットのドーランとジェスチャー。あ、キルコンファームで25回か。あと5回ぐらいだねこれね多分。あ、もうちょい上がるね。17キロしかいけんかったけど、まあ、いいっすか。はい。プロ皆さんありがとうございました。今回これ使ったんですけど、全然進んでないね。うん。あと、でも結構進んでますよ、でもあの、武器迷彩は。あの、アタッチメント解除は。あと12で、はい、ん ?12 でアンロックされるんだね、これね。11でファストマグ。で、今回はこれも使ってるんですけど、最近から。もうここまで進んでるんで、あと3回。これ100回スコアストリーク破壊すればいいんで。あともうちょいでこれ、マックスだろうね、これ。武器レベル5までなんだよ、これ。こういう感じで。はい、以上にしたいと思います。今回、柏木由紀のクラスのね、この、サック 9mm に、ヘリオンサルボ、に
リーコン使用してシーサイドのキルコンファームドをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。